球を指す。小野君しのぎました。初優勝です。今年初の胴上げは表現でした。優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。ついに制しましたね。そうですね、4年ストロングリーグに入って初めて制して、はい、そのマンビーズさんに2度負けてやっと 1回勝てて、すごい嬉しいです。今日は打撃戦になりましたね。そうですね、まあ元々はディフェンスの強い、まあもちろんそこなんですけど、まあ個々の力が強いんで、まあ本当は打って勝つっていうのが基本線ありますので、それがまあできてよかったなと思います。今度またジャパンカップで強豪チームとチームを決することになりますけども。そうですね、まあ予選からやっぱこういろんなこう強いところとやってますんで、まあ今まで通り純羅の力を発揮すれば勝っていけるんじゃないかと、まあ甲子園に行きたいですんで頑張りたいと思います。小野圭さんは個々のスキルナンバーワンなんじゃないかという声もありますけども。いえ、まあ個々もそこそこあるとは思うんですけど、やっぱチームプレーですんで、やっぱ仲間みんな仲がいいですんで、はい、この力をまた一つ一つ上げていきたいと思います。今年はどの辺が良かったんですか。いや、正直、はい、予選から結構接戦をですねものにできたことが良かったんじゃないんですかね。まあ決勝リーグの1試合目ですかね、ツーアウトから同点になって、そこから勢いが出たと思います。ジャパンカップで小野圭のここを見てくれというところありましたらお願いします。もうやっぱチームワークですね。なるほど、はい、引き続き楽しみにしておりますので。ありがとうございます。頑張ってください。思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おめでとうございました。ありがとうございました。